これで行きましょうかね、ね。じゃあ、ね、はい、こちらつきました。結構ね、すぐつきましたよ。はい、こんな感じで刺してます。ただ単にもう指してるだけって感じですね。はい、ここに挿せば大丈夫ですという感じです。はい、どうも皆さん、こんにちは、あいびさです。今回はですね、お買い物の話です。HDMI キャプチャー、HDMI の出力をパソコンに取り込むってやつですね。それの MS2130 っていうのが、フル HD で60フレームで。 しかもめちゃめちゃ安いらしいということらしいですね。でですね、MS2130 で検索して出てくるやつを買うとめっちゃコスパがいいよっていうことらしく、まあ、この方のブログの中のスクリーンショットでは、まあ、2000円弱ぐらいで、これ中国から輸入ですけどね、送料込みで1500円から3000円ぐらいで来ますよと。で、いまいち形式とか分かってませんが、YUV422 形式の 1920×1080 の 60Hz、秒間60フレームですね。それに対応しているということらしいですね。で、モーション JPEG じゃないから、こう、いい感じらしいと。いうことらしくて。まあ、ちょっと私もですね、今、今回の動画では使ってませんけど、ちょっと昔買った安物の HDMI キャプチャー使ってるんですけど、多分それは60フレームで取り込めてないんじゃないかと思うんですけどね。まあ、いまいちよくわからず、 ちょっと遅延も激しいやつを使ってるんですけど、まあ、ちょっと安いからお遊びで買ってみてもいいかなっていうふうに思っておりますということで、ちょっと人柱的に買ってみましょう。MS2130。ちょっとアリエクスプレスで検索してみましょうか。うほとんどね、日本語のサイトと同じような感じですからね。あ 4K のやつが出てきますね。まあ、4K 私は別に今の段階ではいらないんですけどね。まあでもそうですね、3000円ぐらいで。 4K の60フレームで3000円ぐらいでありますね。配送無料。10日間でお届けしますと。うん、安いなと。1000円切ってるやつもありますね。本当なのかなでもこれはモーション JPEG ですね。これはね。モーション JPEG だとあんまり良くないのかな。ちょっといまいちどれがいいのかよくわかりませんが。まあ、でも、ブログで紹介されてるような商品が、紹介されてるような料金で並んでますね。y u y 2 YUV422 って書いてありますけどね。ちょっといまいちこの辺の企画とかわかりますか皆さん。私はわかりません。わかりませんが、まあどんな感じで圧縮するか、映像圧縮するかっていう話なんでしょうけどね。あれ全然全部なっちゃった。これは誤色があったかな YUV422 形式。YUV422 形式って何なんですかね ?YUV フォーマット。うん、なんかいろいろあるんですね。で、y u v 4二に対応するやつは YUY2 って書いてあるから、これで検索して出てくれゃそれでいいのかな はいまいち分かっておりませんが、まあ、あの記事でおすすめされているやつを引っ掛けるには、こういう探し方でいいんじゃなかろうかと思うんですけど。でも出てきませんけどね。なんでだろう,なゃう。HDMI。せっかくだから、めちゃめちゃ安いやつにしましょうかね。これなんかいいですかね。1178円。 これが一番安いかなちょっとこれ安そうですね。これいってみましょうか。さらに1%オフちょ。レビューでは満点ついてますね。本当なのかしら。これより安いのは420円ってのありますけどね。ちょっと420円はちょっとさすがにあれだないや。500円とかもあるな。ちょっとあれだな。いやこれにしようかな。 一応ね、この、ちゃんと MS2130 とか、この YUI2 とかですね、リアル USB3.0 とか、その辺の紹介記事で言ってることをアピールしてるから、まあ、新しい高品質、安心して購入、直訳気味の感じですが、本物の USB3.0 法則。うん、じゃ日本語はちょっと変ですね。4K の30フレームもいけるんですね。 うん、毎まいち分かりませんけど、レビューは見えませんね。システムアップグレードしてるから、あなたのリージョンでは今、見えませんと。配送は108円ってなってますけどね。9月11日に配達予定。今日は8月28日です。8月28日から9月11日って10日間じゃないですけどね。うん、よく分かりませんが、土日祝日は除くんですね。 まあいいでしょう、まあ、こんな感じで、まあ、これが良さそうですねとちょっとね遊びで買ってみましょうかという感じなんですが比較用にちょっとアマゾンでもちょっと同じような感じで検索するとどんな感じなのか見ておきましょうかでも2000円ぐらいでありますねこちら USB-C これとかどうなんでしょうか MS2130 とかそういう単語入ってますか まあこっちも怪しい感じはしますけどね。うん。でもこっちはあれですね。あの、MS2130 とかそういう単語は書いてませんね。まあ、とりあえずレビューは結構いい感じではありますね。普通に動いたみたいな感じにはなってますね。いまいちよくわかりませんと。 ありませんが、まあ、こっちは2000円ぐらいですからね。それからするとこっちの方が、ま半額近くではあるということで、まあ、こっち買ってみましょう。はい。ちょっと試しに。まあ、これならね、別にダメでも全然なんてことないですから、買っときましょう。じゃあ、今すぐ買いますということで、買ってみて、ちゃんと動くのかどうか検証してみたいと思います。あれなんか料金高くなりましたね。1774円プラス、送料108円。 全部合計で1882円になってますね。1882円だとな。こっちとあんまり変わんないぞって感じになっちゃいますからね。でもこっちなんか性能違うみたいだからあれですけど、これはなんでこの料金なんでしょうか。これは一体あ,あ、ウェルカム割引が効かないからってことなのか。なるほどね。多分これあれですね。初めて。 アリエクスペースで買い物する人はこの料金っていうことなんですね。私は以前に買い物したことがあるので、ウェルカム割引が効いてないということだろうと思われますね。そう思うとちょっとそう思ってもう一回見返したいかな。こっちの方が安いじゃあこっちで行ってみましょうか。こっちはあれですね、全部英語になってますね。 この辺もちょっと気になりますけどね。500円以下。こっちは MS2130 とかって書いてないから、ちょっと違うのかなみたいな感じですね。あ,あ、MotionJPEG 形式って書いてありますね。MotionJPEG じゃないやつに今したいので、これはやめて。まあ、これでいきましょうかね。じゃあね。なんからストアクーポンコードがありますけど。 これは高く買わないと安くならないんですね。じゃあいいや。今すぐ買います。支払い方法を決定したので、じゃあ今支払いますと。はい、謝礼が完了しましたので。はい、こちらつきました。結構ね、すぐつきましたよ。で、これを今から実際に、えー、使ってみて、ちゃんと使えるのかどうか試してみたいと思います。はい、どのぐらいでついたのかというと、 8月28日に注文をして、そして、まあ、海を渡り、ここですね、もう届けてるのは9月1日ですから、まあ、28、29、30、31、1日にはもう届けてくれたということになります。まあ、1801円でね、1800円ぐらいで、中国から来ることを思ったら、まあ、安いし、早いしという感じですね。前あのアリエ,リエクススプレスで 頼んだやつは1か月ぐらいかかったんですけどねこれなんか早かったですねではちょっと試していきたいと思いまーすうんこんな感じですね USB-C でさしてこっち側に HDMI があってまあもうさせばこれで取れるという感じなんですかねちょっとじゃあこれ実際にさしてみてやってみたいと思います はいこんな感じで刺してます。ただ単にもう刺してるだけって感じですね。はい、ここに刺せば大丈夫ですという感じです。はい、今ですね、刺して、そして OBS でカメラデバイスを選択して、新しくその買ってきたデバイスね、それを選択して、そして録画しているという状態です。さっきまではカメラの内蔵の SD カードに録画する、カメラ単体で録画するっていう風にしていた映像でした。 で今は HDMI キャプチャーデバイス経由の映像になっています。違い分かりますかねちょっと私も今、編集中ではないので、撮影中なので、まだはよく分かってないんですが、まあ、OBS 上で見る感じだと全然問題ない感じに見えますね。うん、いいんじゃないですかね。まあ私がちょっとね、映像専門でもないし、ちょっと違いがわからないというぐらいの感じにはもうなってるので、全然良さそうな気はしております。 音と映像は合ってるのかな遅延とか、その辺が。どうですかね。はい、ちょっと撮影したものを見てみましたけど、なんか全然良さそうですね。これだと、今まで使ってたやつ、キャプチャデバイスは、はい、私今までこれ使っててですね、もうこれ何年前に買ったか分かんないぐらい昔の、まあ安いやつなんですけど、でもこれだと、あの、電源を別途取らないといけなくてですね、USB で。で、それがめんどくさかったんですよ。 で、入力とアウトの端子があって、まあ、HDMI ケーブル2本でこう繋ぐみたいな感じだったんですけど、まあ、今回のやつだと電源も別途いらないし、HDMI ケーブルも1本あればいいだけという感じなので、こちらがはるかにお手軽でいいなというふうに思いましたね。Windows の表示のドライバーで動いちゃうみたいですし、うん、映像も音声も大丈夫ですね。遅延もそんな感じないというところで、 いい買い物だと思いますね。こんなに安くなったんだって感じですね。で、さらに最近、あの、iPad とかが HDMI Type-C になって、USB Type-C の端子になって、そして、キャプチャーもね、キャプチャー経由で、外部モニターみたいにも使えるみたいな話もありますので、多分このデバイスも多分使えるんだと思いますね。おそらくね。私が、あの、その iPad 側を持ってないので試せませんけど、まあそういうのを持ってる方にも非常におすすめかなという気はします。 というわけで、まあ、これからはこのデバイスを使っていこうかなと思うところで、えー、まあ、この HDMI キャプチャーデバイスが1個余りますので、まあ、息子にでもあげようかなという感じですね。はい。というわけで、今回は中国のアリエクスプレスで激安の HDMI キャプチャーデバイスをちょっと輸入して買ってみたという感じですね。で、バッチリ使えたので、まあ、大丈夫そうですと。人柱的には全然 OK という感じになったと思いますので、よければ皆さんも買ってみてください。 商品は、えー、概要欄のところにちょっと貼っときますね。私が買ったやつは。はい。まあ、他にもいろいろありましたので、どれでもいいんじゃないかなという気はしますけれども、良ければ試してみてください。というわけで今回以上です。ご視聴ありがとうございました。良ければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。